はいどうも、リズム談話の時間です。ある意見の中にそのいわゆる運単をやめてしまったらどうなるかっていう話がありましたね。その運単をやめたらあのリズムが取れなくなってしまうんじゃないかとか、子供にどうやってその給付を教えるんだみたいな話をね、あの心配される方がおられます。これでもね、全然ね、何の弊害もないです。こんなんね、あれですよ、簡単な話ですけど、運単って要はあれでしょ、運単うんたんうんたんたんとたんうんたんうんたんうんうんとか、そんなのが2つやらせたらそうなるとか、そんな教え方してるわけですよね。これうんたんでうんや言わなければいいって話なんですよ。だからこれ全部9号うんっていうことによってたんと同列化しておいて、同じ長さやから9号と出てる音は一緒ですよってやっちゃってるってことですよね。こんなことを例えば民族音楽とか普通にそのやってる人たちで譜面を読まずにやってる世界の人たちはそんなことを考えてやってるのかって話だってことですよ。でここでまた考え直さないといけないのはビート、いわゆる拍の概念ですよね。拍、こう心臓のハートビートの概念ですよね。だからこれがいわゆるこのこう、これ完全に4分の4分の、1になるから4分の4、ワン、ツー、スリー、フォー、だから、1、2、3、4ってなるわけじゃないですか。これ普通に1と3を強拍。これ私は強拍っていうのはアクセントと呼んでますね。伸びる方の拍。弱拍は縮むのは歯の拍っていうふうに解釈しないでややこしいことなぞって話してますね。これ、うんたんで置き換えるとこうなります。だから、これ、うんたんで言います。だから、うんたん、うんたん、うんたんたんってやってたら、うん言わなくていいんですよ。こうなりますよ。たん、たん、たん。タンってこうなるんですよ。これだけでいいんですよ。だから、タン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 。これだけでいいんですよ。うん、いらないんですよ。常にこのビートを、こうやってやってたら、これね、1と3にこの強迫を置いてるって状態の間合いになるわけですよ。そうそう、1と3に間があるという、その、だから伸びてる拍はそっちにありますよって、バックビートと、あの、逆の取り方でやったら、という話でもなく、何でもなく、当たり前の感覚ですね。いわゆるその、要はこれ、だから、この、いや、給付っていうのは、拍はずっと動いてるじゃないですか。心臓の動きと一緒に動いてるわけですよ。で、ポーズ、給付っていうのは、給付という音があるわけじゃないんですよ。給付を感じるとかそういうことじゃなくて、拍を感じてなあかんんですよ。給付は音出したら本当にあかんところなんで休まないといけないんですよ。たったそれだけの話なんで、そこで、うんってつけるとそれは休んでないことになるってことなんですよ。うん、そういうことなんですよ。だから節でその感覚を出したらいかんのに、拍はそれ伸び縮みしてていいんですよ。でもそこ音出したらあかんから、そこで音を出すと変なことになりますよっていうのがこの最大の問題点です。うんって音出しちゃってるんですよ。いや出すなっていう話で、ただ拍があってこう拍ついて、お音出てないな、音出てないなって、これが給付ですよ。イエーイイエーイみたいな。だから、その、イエーイ言ってるとこだけが、そう、シーボンプとかになるわけで、ないところは、給付という記号はあるけど、そこには、なんもないんですよ。そういうことですよ。拍があるだけ。はい。伸びてる方の拍。これが、強拍になるってことです。だからこういう入り方すると2拍目と4拍目はそっちになるっていう、そういう話。それがあの拍が入れ替わったっていうシンコペーションという状態ですね。うん、これをやらないといけない。うん、やらないといけないというか、それが前提にあるもんだということだから、だから本当に何もないところからいきなり始まった音の方がその間合いの入る音だから、それをうんって定義づけるとおかしなことになっちゃうよって、これなんです。だからそのうんって今まで言ってたところをうんって言わずにこれでいいんですよ。これも普通に日本式の1、2、3、4で、よーよ、よっこらしょ、よっこらせい、よいしょ、あ、こーらよって、これなんですよ。こっちにまず戻さないとダメなんですよ。概念を、うんたんを完全にやめたところで始まる、見えてくるものってある。で逆にうんたんでもう教わってしまって、そのやり方はどうしても抜けないんだっていう人は、そのうんで手拍子を叩くっていうことを発見してください。はい。もうそれしか方法ないと私は思ってます。だから、うんたん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 、ほい、ボン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 とか、シャッ、ブン、シャッ、ブン、ブン、シャッ、ブン、シャッ、ブン、ブン、シャッ、こういうふうに、そういうドラムのパターンならダメなんですよ。
だからウンタンとドンタンがリンクしてる状態ではもうこれやばいですよ。ドンタンとウンタン同列でしょ、ドラムで。あの感覚で撮るとドツタンツカドカドンタンツカドツタンツカツクツタンツカドトタンツカツカタンツカツク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 と、そんなそういうユーロビートみたいな変なあのなんつうかドラムベースのもなんかあんな感じになっちゃうんですよ。そうサンプリングしててもそこで切ってるから頭に全部落ちてしまって変なあれになっちゃうんですよ。だからちょっとそれをね理解しないと多分これ先に進まないんで、うん、結局その足歩行の方は縮む方の枠で歩行しながらこう息を吐いてるようなこの心臓のドックンですよね。ドってなってる方が強迫なんです。クンの方は弱迫なんです。それがワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドックン、ドックンって四分の二拍子の感覚、これがドックン、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 ドックンってそのフィールが常にあるってことですよ。うん、これが逆の感覚だったらもう本当にドン、タン、ドン、タン、ドックン、ドックンにそうしかならない。ドックン、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 ズンドコ、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 そうなるんですよ。たったそれだけの話なんですよ。うん、これ多分明確化するんじゃないかな。これでも分からんよってなんか文句言ってくる人いると思いますけど、うん、まあ大概そういう人たちは匿名のあのね、あの吉本のあのねベテランの方となんかこの SNS の有名な人が喋ってましたけど、匿名の人たちも大体正体割れてます。はい、もう大体もうだからほんまにこれプロの人たちがこんな有名な人が来るのっていうような人来ますから普通に。そうそうそう、そんなん言うてるのはしみったれてレッスンも払えないようななんかこの変な人ばっかりなんで、もう相手してないですよ。ああ、もう